はい、どうもパチオです、今日はね、雨上がりなんですけどめちゃめちゃ風が強いです、ということでね、ちょっとね、ちょっとでも風をなくすためにちょっと体勢低くしてるんですけど、あんまり意味がなさそうな、気がするんですけどね、ちょっと喋っていきたいと思います。今回はですね、昨日事故がありました、岡山県のね、建設現場でね、あのコンクリートの打設中に、まあね、コンクリートがいっぱいになって、型枠がね、崩壊したと。でそれで一緒くたにね、足場とかも崩れちゃって、6人が巻き込まれて1人が死亡、5人が怪我という、事故がありました。これについてね、ちょっと喋っていきたいなというふうに思います。というのもね、僕もね、現場仕事やってましたから十数年、ということで、まあ多少は喋れるんじゃないかなっていう。でコンクリートの打設もよく参加してましたし、はい、ということでね、今回のあれなんですけど、誰が悪いだどうだっていう話はね、できるっちゃできるんですけど、まあ最終的には誰か責任取らなきゃいけないとは思うんですけど、ちょっとね、焦っちゃってるかなっていう感じがします。なんでかっていうとね、この事故が起こったのがね12時55分、普通で行けばね、お昼の休憩をしている時間帯だと思うんですよね。まあコンクリートの打設っていうことで1時間早く始めますっていうゼネコンもありますし、人をね交代させながらやってたりとか、そういう可能性もねあるんですけど、まあ普通で言うと、お昼の休憩っていう感じの時間帯ですね。まあね、そんなことしてるとコンクリートがね固まっちゃったりとか、いろいろ不具合があるんで、コンクリートの打設の場合はね、交代交代でやることも結構あるんですけどね。で今回ね思ったのがね、あ、型枠でけえなって。地下9メートルまで下行くっていうことは、まあ普通で言うとね、そんなに下じゃないんですよ。だから本当に地下ピットっていう、まあ簡単に言うとね、マンションの1階よりも下に、空間があって、そこにはね、電気とか、設備の配管とかが通ってたりするんですよ。これをね地下ピットって言うんですけど、普通のマンションの地下ピットの打設ってどうだろう、5メートルとかそのぐらいじゃないかなって思うんですよ。9メートルって書いてあったんで相当大きいんですよね。まあね、岡山駅のすぐ近くということでかなりしっかりしたものを作ってるのか、それともね、ちゃんと、地下ピットじゃなくて、地下室というか地下ホールみたいな、だから下に1階分余計に、作る、まあ、そこにね、設備とかをガーンと、いっぱい置くっていう、まあ、大きいタイプのマンションっぽいんで、そういうことかなというふうに思うんですけど、それをね、一気に壁とかをやろうとすると時間が足んねえんじゃねえかなっていうような感じのことはちょっとしました。まあね、その例えば4メートルとか5メートルとかの、壁を立ち上げるときって、まあ2回か3回に分けて、コンクリートを打設するんですよね。なんでかっていうと、それをしないとね、下の方のコンクリートが固まってないうちに上の方まで一気にそのやると、水とかと一緒だと思ってください。もう圧がね一気に全部かかって、崩落するんですね。まあ、コンクリートってさ、まあ流米なんていう言葉を使いますけど、まあ普通の人に分かりやすいような言い方をすると1立方メートルあたり、トン以上の重さがあるわけですね。簡単に言うと。で、ピットの幅って、まあね、どうだろう、60センチぐらい？ね、その壁の幅があると思うんだよ。ということは、そこがね、1平方メートル、
まあ、2平方メートルぐらいでだいたい1トンぐらいは、当然のようにあると思うんだよね。でそれを上まで一気にバーンとやって、例えばそうだな5メートル6メートルぐらいの壁があったって、それを上まで一気に上げたとすると、そこのねその片枠でバーンとでサポートとかでいろいろ支えてるんだけど、そこに対してね一気にもう特に下の方なんかは、まあね5トン8トン10トンみたいな、まあそのね壁も太さ、壁とか柱とかって太さいろいろ違いますし、下の方の階になればなるほどね幅も広いと思うんで、まあ、特に一番下なんでだいぶ広いと思うんですよ。最近はねしっかりしないと建築基準とかも大変ですからね。ということでねめちゃめちゃすごい圧がかかるんですけど、早く終わらせたいんですよ。土工さんもポンプ屋さんもそこの現場の打設終わったら基本的には帰れるんですよ。まあ僕らね、まあ今僕やってないですけど、職人ってさ、朝の5時とか6時とかに自分たちの会社に集まって、まあ6時半ってことが多いのかな。そこから現場に行って、で、8時に朝の朝礼やって、で、その仕事始めて、で、夕方の5時が基本的な終わりなんですよ。なんですけど、コンクリートの打設っていうのは基本的に、やりじまいということが多くて、まあそこに常駐で入ってる土工さんとかそんなことはないんですけど、まあ今回ね、その打設のために呼ばれてる人たちとかがいると思うんですよね。で、その、ポンプ屋さんって、もう本当にやりじまい、ここを打設したいんだけどっていう予定のところを打ったら、ついでにここも打ちたいんだけどって監督さんが言ってきて、なんだよこの打ってほしいなって言ってくることあるんだけど、そうじゃなかったらやりじまいなんすよね。ということで、だいたい昼ぐらいにね、お、今日ペースいいな、お前飯どうするって、いやもうさっさと帰りたいしさって、もうみんなでさ、飯、交代で取って、頑張ってさっさと終わらして、さっさと帰って一杯みんなで飲もうぜみたいな、まあみんなで飲まなくてもさ、早く帰ってね、酒でも飲んでゴロゴロしたいよって、たまには早く帰れるのもいいじゃないのっていう風になるから、ほとんどの職人さんがね、僕はそういうタイプなんですよ。早く帰りたいっていうモードに入る。で、まあね、そうじゃなくてね、進みが悪くてね、やってた可能性もありますよ。だからね、どうしても、急ぎたい。で、そうするとね、このぐらいの時期だと、最初の朝っぱらに打ったコンクリートが、まだ固まりきってない場合があるんですよ。さっきね、いっぱい圧がかかるから、一気に上げちゃいけないよっていう、まあ、2回か3回に分けて、その壁っていうのは、コンクリートを流していくんですよ。ここをコンクリート流しました、次のとこちょっと流しましたって、で、一周して、戻ってきたら2回目打ち回すで、そのちょっと打ったところの上にね、こう層になるような感じで、打っていくんですけど、それをね、やらないで、ドーン、よし、いける、上ってやったら、ここがバーンってなるんですよ。そういう風なことは、まあ、よっぽど間抜けな人間じゃないとやらないと思うし、プロが来てね、圧送屋さんなんか、普通のね、土工なんかだと、始めて3日ですみたいな人もいる可能性あるんだけど、圧送はね、ちゃんとしっかりした人がおそらくついてると思うし、ど素人じゃやれないと思うんで、おい、そんなことやったら、弾けてまうぞみたいな感じで止めてくれると思うんだけど、ただね、思ったよりも寒かったりするとコンクリート固まらないんですよ。ということがあったんじゃねえかなっていう、そういう風になった時に、じゃあ誰が止めるかっていう話になったら、これ監督さんが止めなきゃいけないんですよね。土工さんの親方だって、まあそういうところにいるのは鉄筋屋さんとかも相番でいるな。で、設備電気の人も一応ね、
一応確認で見たりはする。まあだけど、その最終的に挫折するのはね、まあ土工さんと圧送の人たち。でまあ左官屋さんとか、あと土間屋さんとかもいたりするんだけど、まあその人たちは打ち終わってからの出番なんだよね。まあ特に今回は土間屋さんはいないと思うわ。壁立ち上げるわけだね。壁と柱だね。ということを考えるとね、まあその人たちが早くやりたい、早くやりたい。おい、早く、生コン持ってこいよ。で、その、ね、生コン持ってきたら持ってきたで、もう全開でバーンと打って、さっさと帰りたいっていうのをね、監督さんコントロールしなきゃいけないんですよ。まあ僕らわがまま言いますからね、大変だと思うんですけど、頑張っていただきたい。もう今回はね、もう本当に実際何が悪かったかっていうのは、まあわからんとこあるんですよ。まあひょっとしたらね、その大工さんが、なんかちょっとね、もともとその強度がなかったのかもしれないし、片枠立てたやつがね。で、例えばサポとかで支えてってもさ、どこってさ、なんか邪魔だとさ、それ外したりする不届き者とかたまにいるからね。そういうのはさすがにないと思うけど、外そうとするやついるからね、死ぬぞって言うんだけど、まあ、今回の人たちそういうことしないと思うんだよね。結構大きい工事の人たちだと思うから、しっかりした人たち入ってると思うからね。ということでね、まあちょっと不幸な事故だったとは思うんだけどね。現場に携わる人たちはね、その慌てないっていうか、もうね、早う帰りたいのはわかるんだけどね。ていうか僕がその最初に思った時はね、それだったんだけど、まあ実際はね、どうかわからんすよ。なんだけどね、まあご安全にとしか言いようがないんだよね。僕もね、あそこその場にいて、おい、それまずいだろうって言えるか言えないかって言ったらね、おそらく言えなかったんじゃないかな。多分大丈夫だろうと思って言って、巻き込まれてた側だと思うんだけど、まあね、おそらくこれね、見てる人の中には現場の人もいるんじゃねえかなとは思うんだけど、慌てないでやりましょうよ。頑張ってくださいよ、皆さん。僕はね、もう引退かな。だと思います。まあね、ちょっとしたら復帰してる可能性もあるんだけど。はい、ということで終わりにします。はい、以上、パチオでした。バイバイ。